はい、どうも。今回紹介するのはですね、モンモデルのハマーです。ハマー H1 ですね。モンモデル、まあ、カーモデル作られてる方だとね、あまりピンとこないかもしれないですけど、飛行機とか戦車、まあ、AFV とか、あの辺のキットで有名なメーカーですね。で、24分の1スケールは今まで全然出てなかったと思うんです。35分の1の、どっからどう見てもハイラックスのピックアップにしか見えないやつとか、どっからどう見ても70ランクルのピックアップにしか見えないようなやつとか、その辺とかは出してましたけど、まああの辺はね、社名がね、入ってないやつですけど、こいつはちゃんと社名が入っての24分の1のスケールになってます。で、これはね、今回ちょっと注文品ということで取り寄せたんですけど、定価がね、いくらだっけ？ちょっと待ってくださいね。定価がですね、8500円。とかなりちょっとお高めのキットになってます。24分の1でね、8500円って言うと、ええー、って思われる方が、まあ、ほとんどじゃないかなと思うんですけど、まあ、輸入プラモデルで、かつ24分の1でっていうキットはね、まあ、全体的にまあ、でも最近レベルとかも安くはなってきてるんですね。MT アーテルのやつはね、ちょっと高くなっちゃいましたけど、なのでまあこのサイズだったらね、ハマーの H1 のサイズだったら仕方がないのかなとも思ったりもするんですけど、中はこんな感じですね。で、ちゃんとね、フレームとかも再現はされているようで、さすがにね、ハマーの H1 は触ったことないですよ。見ることはありますけど、実際に触ったことはないですね。ハマーの H2 は、確かアメリカレベルだったかな、から出てたと思います。で、ボディの成型色がね、赤なんですけど、こうやってね、ルーフだけなんですよ。ルーフとね、ボンネットっていうね、ちょっと面白い構成ですね。で、モンモデルでね、まあ、うち飛行機のやつ何回か注文いただいて入れたりとかしたことはあったんですけど、赤成型っていうのはなんか、まあ、あるんでしょうけどね、他の、うちが全然入れてないだけなので、まあ、あるとは思うんですけど、ごついっすね、やっぱり。なかなか見ないかもしれないですね。で、内装の部品は、グレー成型。まあ結構、まあ色プラまではいかないですけど、3色で成型されてるだけでも結構いいんじゃないかなと思ったりはしますけど。飛行機とか、まあ、AFV とかはね、結構ね、評価が高いメーカーです。ただ、カーモデルはどうなのかなっていう気はしないでもないですけど、で、こうやってね、サイドパネルというか、そういうのはこうやって別々になってます。なので、ボディを、まあ、バラバラになってるので、それぞれ一個ずつ塗装して組んでいくっていうやり方が多分やりやすいんじゃないかなっていう気はしますけどね。結構細かいんですよ。このヒンジのところとかもね、別体成形とかになってたりするので、この辺とかいいかもしれないですね。で、エンジンも再現されてるんですよね。まあ、ボンネットを開閉できるようになってるんで。で、なんかね、これ注文してくれたお客さんからのお話なんですけど、ボディを成形するパーツランナーが入ってない場合があるとかっていうことだったので、もしね、まあ、注文とかされる際にはその辺をお店の人に伝えておくといいかなと思います。うちもね、一応ね、輸入プラモデルってちょっと扱いがちょっと違ってて、で、不良品だったとしても、返品交換ができないとか、そういうことが結構あるんですよ。なのでね、まあちょっと、取る方もヒヤヒヤだったりとかするんですよね。これまあ、こっちのね、事情なのであれなんですけどね。で、クリアパーツを、ガラスパーツは、内場目なのかな？内側から、はめれるような感じの形状に見えます。で、説明書なんですけど、一応ね、基本的には英語と中国語なのかな、これ。で、車種の説明が書いてありますね。でもね、一応ね、中見ると、こうやってね、違いますね。他のメーカー、この日本語もちゃんと書いてありますね。とか、あとは、
これどこの言葉だ どこの言葉だ、アラビア、アラビアかな、わかんないです、ごめんなさい、この辺学がないのでごめんなさいね、ちょっとわかんないですけど、どこの言葉かわかんないですけど、4カ国語に対応っていう感じですね。スライドマークの貼り方とかね、作る前に必ずお呼びください。で、色の名前も一応ね、日本語でもちゃんと書いてあるので、この辺を見ながらね、選んで選択して塗装するといいかなと思います。まあ H1 はね、なかなか街中で見る機会も少ないとは思うんです。まあ乗ってる人はね、何人か、日本でもね、個人で、これ平行だったのかな、 H2、H3 は普通に GM で新車販売してたと思うんですけど、 H1 はどうだったのかな、ちょっとその辺はね、ちょっと分かんないんであれですけど、エンジンとかもね、結構ね、細かく分割されてるので、塗装とかもしやすいんじゃないかなと思います。さすがにね、ハマーは触ったことないからなでも構造はね、結構ね、多分ですけど実車に即してると思います。例えばこのね、サスペンションアームの形状とまでは分かんないですけど、なったのかな、その構成とかを見る限りでは、MC012 とか書いてあるんですよね。これなんだ？色番号 MC012。あ、モンモデルカラーか。モンモデルカラーなんて見たことないんであれですけど、一応ね、モンモデルの色番号が一応ここに書いてありますね。MC0401 とかこうやって書いてありますけど、まあこの辺はね、皆さん作られるときに、ご自身でね、書いて、やればいいかなと思います。説明書の中にね、これは何色、これは何色っていう風にやってもらうとやりやすいんじゃないかなと思います。すごいですね。このフレームだけでなんか飾れそうな感じの風にもなってます。なので、まあカットモデルまではいけないと思いますけど、例えばね、ディスプレイするときにね、シャーシ部分だけこう飾って、で、ボディとちょっと離してこう見せれるようにしたりとかっていう見せ方も面白いかもしれないですね。細けえなぁ。なんでこれはかなり組み応えはあると思います。ちょっとさすがにね、自分は組んでられないって言ったらいい、組んでられないって言い方もちょっとあれですけど、なかなかちょっとね、手は出しづらいキットではありますので、ちょっと難しいかなと思いますけど。タイヤはですね、中空ゴムになってますね。この辺いいですね。ちょっと発火してますけど。新品で取り寄せたけど発火してるんですけど。まあこの辺はね、タミヤのモデリングワックスとか、あの辺をね、タイヤワックス代わりに塗ってあげるといいかなと思います。グッドリッチの、なんだこれ。わからないタイヤだ。バハ TA。オールテレンタイヤですね。になってますね。なんで、モールドとかも結構細かいですし、これはね、結構ね、組み応えはあるかなと思います。さすがにハマ、まあ何度も言いますけど、ハマ H1 は触ったことがないので、あれですけど、これはね、構造が勉強できる系に近いかなというふうに思いました。よし。まあちょっとね、内装の目立つところに押しピン跡があったりとかはしますけど、まあこれもね、下側は逆にその分ね、押しピン跡がないので、まあこの辺は下側の方が優先したっていう多分メーカーのね、あれだと思うんですけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。というわけでですね、ハマー H1 ですね、まあちょっと、モンモデルなんで組めないとかってことはないかなと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、こればっかりはね、何とも言えないので、まあね、もし挑戦してみたいなっていう方、まあもう少したらゴールデンウィークです。ゴールデンウィーク中ちょっとね、集中してやってみようかなとかっていう方にはいいかもしれません。というわけでですね、今回紹介させていただいたのは、モンモデルの24分の1ハマー H1 紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。